静かなる防衛の時間です。今日は早不殺についてご紹介します。宇宙空間でリュウグウ、2回目のタッチダウンを行いました。こんな感じです。リュウグウハヤブサ、こういう着地ですね。タッチダウンなんで着地はしていません。やはりリュウグウもホバリング、2回ほど。やはりリュウグウに着地、タッチダウンすることはすごいことで、宇宙空間で日本から遠く離れたハヤブサを操作する技術もすごいと感じています。 NASA でさえまだ火星に探査機を送っているぐらいです。それよりも遠い。着地の際は NASA も JAXA にこうやり方を聞いたそうです。この日本のハヤブサの技術は世界でもかなり有名というか類を見ないプロジェクトだと考えます。この技術を日本が持ってることで、ゆくゆくは宇宙空間の防衛にもつながってくると考えられます。やはり日本を守るための技術、なり得ます。こう見ると、やはり宇宙空間で技術は世界一。世界でも有数か、世界でもトップクラスと言いましょう。それに イプシロンやH2A ロケットなど、やはり日本が誇る技術はまだまだたくさんあります。
こう見れば日本も世界の大国に見劣りしないほどの技術は持っていると言えるでしょう。それよりも上かもしれません。それにしてもはやぶさ2、今現在世界でも注目されています。はやぶさ2を応用するなら、無人機が出来上がります。宇宙で宇宙用の無人戦闘機開発可能でしょう。今現在必要にはないですが、作る技術はあります。この宇宙空間だけでなく地球での遠隔操作技術もまた素晴らしい技術が日本にはあるでしょう。こう考えると日本の技術は世界最高とも言えます。地道に失敗を繰り返しながら成功へと向かってきました。はやぶさ2ではうまくいってるようにも見えますが、見えないところでは苦戦している部分もあります。はやぶさ初号機では随分操作の難しさを思い知らされたようです。宇宙空間の岩を砕いて持って帰ってくる、そういう作業ができること自体やはりすごい能力があると考えられます。はやぶさ2で見る日本の将来、技術、よく、まさにこれでしょう。水陸空宇宙すべてに使える技術が日本には詰まっています。しかも応用できるという世界屈指の技術ですね。まあ今韓国が慌てていますが、よそに頼りきりになるのではなく、日本が進むべき道は決まっています。
今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、よかったら説明欄から登録お願いします。